百秋武道具店の動画。お前のものは俺のもの、俺のものも俺のもの。どうしたんですか切り返し仙人、突然ジャイアンみたいになって。今日もこんにちは。あなたは切り返し仙人の双子の弟、切り返し仙人ブラック。そうです、ブラックだけど根は真面目、切り返し仙人ブラックです。今ね、切り返し仙人は自らを悪者にすることによってみんなにとっても大切なことを伝えようとしているんだ。お前のものは俺のもの、俺のものも俺のもの。信じられないかもしれないが、剣道ではこの考えがとても大事になっているんです。相手に取られないようにしながら取るもの、それはズバリ正中線です。さあみんなで、はい、お前の正中線は俺のもの、俺の正中線も俺のもの。違うんです、僕はただみんなに剣道を教えようとしただけなんです。こんにちは、百秋ブログ店のうがです。やってますか。もう今日は勝ちたいなら正中線を取れっていうお話をします。みんなジャイアンって知ってるよね。ドラえもんに出てくるあのジャイアンね。実はあのジャイアンのいつものセリフ、お前のものは俺のもの、俺のものも俺のもの。実はこのセリフが分かるとワンランク上の剣道になります。試合に勝つ、剣道が上手になる、めちゃくちゃ大事な考え方です。強い子はね、打ち方とかそういったのもみんな上手なんですよ。その上で正中線を打つ前に取れてるから強いんです。今日このビデオを見るだけで正中線を意識した剣道ができるようになります。今日もできるだけ分かりやすく説明しますので、早速聞いてください。正中線って聞いたことありますか？体の真ん中を走る縦のラインのことです。もちろん目に見えないラインなんだけど、剣道が上手になってくる子っていうのはみんなこの正中線に気をつけてるんです。正中線っていうのは2本あると思ってね、自分の正中線と相手の正中線、2本あります。自分の正中線に気をつければ自分が崩れないようになるし、相手の正中線に気をつければ相手を今度は崩せるようになるんだよね。そんな剣道が上手になっていく上でね、欠かせない大事なラインが正中線なんです。今日めちゃくちゃいい話になると思います。ぜひ続けて聞いてください。自分の正中線、まずは姿勢の話からですね。自分の体の真ん中を通るライン、体の軸だね。このラインを意識すると自分の頭の先からこうね、天井からね吊り下げられてるような感覚でまっすぐ立つことができます。頭は当然前に出ないよね。正中線意識したら前に出ないよね。背中も曲がらないよね。姿勢が良くなります。この姿勢を良くすることっていうのが崩れない、自分が崩れないためにはとにかく大事なんです。正中線を意識して良い姿勢ができると、構えから打つまでに動きの無駄がなくなるからです。崩れないまま打つ、これが大事。そのための自分の正中線なんだね。そして自分が崩れないためにはとにかく左手を正中線、自分の正中線上に置いておくっていうことが一番大事。これを左手を収めるって言います。剣道は自分の左手が自分の正中線から外れないようにして全ての動作を行います。面打ちにしてもそう、切り返しにしてもそう、左手は絶対に自分の正中線から外れてたら正しく打てないんだよね。そのぐらい自分の正中線に左手を収めておくっていうことは大事なことです。次は相手の正中線。ここでやっとさっきのジャイアンの話が出てきます。相手の正中線には相手の急所が詰まってます。眉間、喉、みぞおち、ここを竹刀の剣先で攻められると嫌な気持ちになるんだよね。自分が正中線を取られて嫌だったら、自分は正中線を取られないようにしながら相手の正中線だけ取るんです。お前の正中線は俺のもの、俺の正中線も俺のものっていうドラえもんのジャイアンみたいなことを正中線でするんです。そうすると相手は嫌な気分になって崩れる。嫌だな、嫌だな。そうするともうこっちのペースなんです。難なくラジコンを取り上げることができます。これと同じこと、これが剣道なんです。なぜならね、自分が正中線を取られずに、相手の正中線だけ取ったっていうことは、自分が崩れずに相手を崩したってことなんですよ。それぐらい正中線を意識するっていうことは、めちゃくちゃ大事なことなんですよ。例えば上の先生に稽古でかかっていくのってすごく疲れないですか？そうなんですよ。上の先生方っていうのは、打つ前にみんなの正中線を取りに取って取りまくってるんです。それで自分の正中線は渡さない。みんなジャイアンみたいなことやってるんですよ。みんなの正中線を取らせろ。先生の正中線はあげないよ。でもそれは意地悪でやってるんじゃなくて、君はここが弱いんだよっていうことを先生は教えようとしてくれてんだよね。よかったら次の稽古でちょっとね、この真ん中の正中線意識してみてください。結構変わると思います。以上が賢ければ正中線を取れっていう話になります。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできる日よ。まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。新聞紙サイズのポスターみたいで見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。